ダミアン・ウーゴ・キンテイ・ロカ・プデビラは、スペインのカラテア、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身。1984年に、アルゼンチンの首都ブエノス・アイレスに生まれた。5歳の時に家族と共に、スペインに渡り、5歳から18歳までは、アンダルシア州マラガ県トレモリーノスで暮らした。2002年に、首都マドリードに移り、マドリード工科大学で、航空工学の学位を取得した。 2010年にセルビアのベオグラードで開催された世界選手権の団体型では銅メダルを獲得した。2014年にドイツのブレーメンで開催された世界選手権の団体型では金メダルを獲得した。2015年にアゼルバイジャンのバクルで開催されたヨーロッパ競技大会の個人型では決勝でイタリアのマッティア・ブサトに勝利して金メダルを獲得した。 2016年にオーストリアのリンツで開催された世界選手権の個人型では決勝で日本のキーウナリョに敗れて銀メダルを獲得した。同大会の団体型では銅メダルを獲得した。2017年にポーランドのブロツワフで開催されたワールドゲームズ2017の個人型では決勝で日本のキーウナリョに敗れて銀メダルを獲得した。 ダミアン・キンテイド、2018-2018年にスペインのマドリードで開催された世界選手権の個人型では決勝で日本のキーな量に敗れて銀メダルを獲得した。2019年にスペインのグアダラハラで開催された欧州選手権の個人型では金メダルを獲得した。同年にはベラルーシのミンスクで開催されたヨーロッパ競技大会の個人型では 決勝でトルコのありソフォーグルに勝利して金メダルを獲得した。同年にはカタールのドーハで開催されたワールドビーチゲームズの個人型では決勝で台湾の王翼たちに勝利して金メダルを獲得した。新型コロナウイルス流行で延期となり2021年に日本で開催された20年東京オリンピックにも出場決勝で 日本のキーな量に敗れて銀メダルを獲得した。ありがとうございます。